はいどうも、としぼりチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、本日もゲスト会でございます。こちらのお二方です。どうぞ。はい、階段ユニット寺様のお手元です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、寺様の階段作家の、文豪の夕暮れカエルと申します。よろしくお願いします。なんで付け足したのに。いやもうちょっと付け足さなきゃいけないっていう文豪ね。いいじゃないですか。怒られますね。そうですね。いいです。期待も含めね。はい、いいですか。前回はその文豪に、ね、お話をお伺いしたということなんです、呪いの万年筆のお話を、ね、文豪のまさにらしい。ああもうやだ、いや言いづらくなりますね。いいじゃないですか。まあね、あの夕暮れさんにお話していただいたんですけれども、うん、かなりあのえぐいというか、なかなかうちらのチャンネルでもなかなか出ないようなきつめのお話、久しぶりに声だぜ、うえって、ね、嫌な話やったっていう感じでしたけれども、うん、今日はね、あの、はい、岸本と兄弟説があるというお手元さんの方がお話をして、こうやって見ると本当にそっくりっすね。いつからそんな似せてきてるんですか。やめてよ。真似しインスパイア直後から言われてましたね。この業界の入ってすぐ直後から早い感じ。あの年齢まで一緒。そうそれびっくりよね。どんだけ合わせてくるんだっていう。型番一緒やろこれ。型番確かに。まあ前回もその大会でね、怪談披露していただいたんですけど、うん、はい、まあ、非常になんかすごい上手いなっていう印象があって。ありがとうございます。でまたここ二人でやってもいるということなんで、うん、まあ、またね、はい、ま、違うような多分階段になるんだろうなって、うん、なんとなく思うんですけども、ね、はい、今日はなんかどんなようなお話を。今日はですね、はい、AI にまつわる階段をしたいなと思ってまして、でこれ私の実体験も少し絡むお話でして、はい、皆さんツイッターのスペースっていう機能は、はい、ご存知ですか。知ってますけど、あんまり使ったこと1回2回かも。確かにやられてるとこはあまり見たことないかもしれないですね。で、あの私たまにやるんですよ。あの誰でも手軽に音声配信ができるっていう機能なんですけど、うんうん、私それを起動した状態でたまにお散歩配信するんですよ。うろうろ歩きながら、うん、まあ、あのここに何がありましたとか、うんうん、あちょっとなんか今音聞こえませんでしたかとか言って一人でこう、うんうん、話すだけの配信をたまに音声だけですね、はい、うん、してるんですよ。で私の職場が東京都の巣鴨にあるんですけど、うん、その巣鴨の職場から徒歩で15分ぐらいのところに、うん、お岩さんのお墓があるんです、うん、四谷階段、はい、有名な。で本当は四谷のお話だったんですけど、明治時代にその西巣鴨にお墓だけ移転したらしいんですね、はい、うん、それで今あるんですけども、うん、そこがあるって知ったんで、あ、じゃあお散歩配信をしながら、そこに向かってみようというふうに思い立ちまして、うん、マイク付きのイヤホンつけて、うん、スペース始めて、お散歩始めたわけなんです。はいはいはい。いや、皆さん今日はね、お岩さんの我がに行ってみようと思います、なんて言いながら、そのお寺に向かったんですよ。うん、で、そのお寺の周りっていうのが本当に、静かな住宅街で、私が行ったのが午後の2時頃だったんで、うん、ほとんど人通りがないんですよね、うん、で近くには行ったんですけど入り口が見つからないんですよ、そのお寺の。ほう、まあ、ただ私が土地勘なくて地図が読めないだけなんですけど、うん、全然たどり着けなくて、うん、でその家の周り、あ、そのお寺の周りにある家の路地とかに迷い込んじゃったりして、行き止まりになっちゃったんで少し戻りますとか言いながら一人でうろうろ配信してたわけなんです、うん、ようやくですね、迷いに迷った挙句そのお寺にたどり着いたんですよ、うん、ああ皆さんようやく着きました、ここですこことか言って、じゃあお墓参りをしようと思いますので、うん、ここで配信終了します、聞いていただいた皆様ありがとうございましたって言ってスペースを終わったんです、うん、で、お寺のその事務所のところでお線香を買って火をつけて、でお岩さんのお墓に行ったんですね。由緒とか言われのあるお墓ってまっすぐ行けなくなってるんですよね、うん、迂回してじゃないとそのお墓に行けないっていうのがあって、でお岩さんもそうだったんですよ、はい、で周りに卒塔婆がたくさんこう置いてあって、うん、で芸能事務所さんの名前とか、うん、劇団の名前とかちょっとそのねお参りせずに、うん、その
勝手に四ツ谷怪談とかやるとたたりじゃないですけど、うんねうん、そういうのも多分影響なんでしょうけど、はい、こうあって、まあ、あのお線香を備えて手合わせてよし帰ろうとなったわけです、うん、でスマホを開いて LINE が入ってるんですよ、うん、見てみたら、うん、普段から結構仲良くしてる友人からだったんですよ、うん、その友人はあの私の配信聞いててくれたんですよね。でその配信の中で私がちょうど路地とかで迷い込んでた時に、うん、その友人が今女の人の声しなかったってコメントを打ってたんです。へえ。で私はその友達ってのは結構冗談言う人だったんで、うん、相手にしたかったんですよ。あ、はいはいはい、だからあの特に触れずこううろうろしてたわけなんですけど、うん、その友人からなんです LINE が。読んでると、うん、お手元さんさ本当に女の人の声入ってたから後で録音聞いてみてよって言うんです、うんうん、ちょうど私がうろうろしてた頃なんですけど、うん、で聞いてみたんですよ、はい、録音を、うん、聞いてみたらいやじゃあちょっと戻りましょうかっていう時にどうしてなんとかかんとか女性の声が入ってるんです、うん、でノイズキャンセル機能をつけたマイクでマイク付きイヤホンでやってるんで結構近くで喋らないと、うんうんうん、そこまではっきり聞こえないんですよ声が、はいはい、踏切の音とかも小さくなっちゃうぐらいなんで、うん、え本当に入ってると思ってでどうしての後に何て言ってるかもわからないんですけどわ本当に入ってたわって返事したんですよその友達、うんうん、そしたらその友達からまた LINE の返信が来て、うん実はもう一個怖いことがあった。え、なんだ。お手元さんがさっきの俺のコメント取り合ってくれなかったから、うん、いやちゃんと本当に入ってたんだよって言うために私のスペースの録音から音声だけ抜き出して、うんうんうん、でその該当の女性の声がどうしてって声が入ってた部分を切り抜いて、うん、短い一個の音声ファイルにしたんですって、うん、それをツイートに貼り付けてつぶやいたんですよ、はいはい、その瞬間アカウントが凍結されたんです、なんで今だとポストですよポストした瞬間にアカウントが凍結されちゃったんですなんでだへアカウントの凍結の時って、うん、そのツイッター社から、うん、その凍結理由みたいなエラーメッセージが届くんですって友人のところにも届いたんですよ、うん、それ読んだら、うん、ざっくり言うと、うん、あなたの先ほどしたツイートには、うん、人がな、亡くなった人、うん、もしくはその人が亡くなった瞬間が収められてます、うん、だから音声でしょそんな残酷なツイートは許可できません凍結しますっていう内容が書かれてたんです、うん不思議見てもらいます。そのスクショなんですけど。本当だ。亡くなった人、その人が亡くなった瞬間を含むコンテンツと。だから、例えばその戦争のとか、はい、残虐ななんか、なんとか映画とかのシーンとか、はい、なんかそういうことを写真とか上げたりとか、ツイートしちゃうと、こういうような。はい、ああ、本当ですね。友人が音声なんですね。あ、本当だ。これだから、いわゆる飛び降りの生配信。そういうことね。対する多分、ね、あれだと思うし。本当だ、お寺の、あとバッテリーが20%になる。停電力。停電力。いや、これはちょっとドキッとしますね。だから、ツイッターの AI は何を感知したのかなっていうのが、いまだにわからなくて、面白い。ご意見を伺ってみたいな。そんなご意見お話でした。ありがとうございました。ああ、面白かったです。すごい、面白い。AI というか、まあ、確かに AI の判定基準が何だったんだっていうことですよね。うん、そうですね。何に反応したのかとかね、はい。いや、俺もてっきり女の人が言ってるワードが、すげえ卑猥なこととかで、こう止まったとかなのかなって思ったら、うん、ただ面白いのがちょっとスペースをやって、っている時のそっちのアカウントは大丈夫ってことですよね。あ、そうか。そう、私のアカウントは大丈夫で、切り抜いて出した方だけが、はい、だけが友人のアカウントがバンされちゃったって。へえ、うん。
ねえ、うん、なんでしょう、ね、それこそお手元さんのもね、そのなんか食らってたら、そ、ね、まあ、それがそうだっていうのをなんとなくわかるかもしれない、うん、私は全然何でも、そうですよね、はい、だから呪い的な感じで言うと切るといういじっちゃったからおかしかったとかね。なるほどなるほどなるほど。その丸々やと OK やったけど、うんうんうん、切るっていう行為がもしかしたらあんまり良くないと思われたとかね。その AI と関係なく、そのなんか念とかそういうもので言うと、うん、とか、そういうのも考えられるけど、でも一気にこんなん見たことないもの。初めて見た。こんなエラーメッセージがまず用意されてる。だって、見てたらさ、はい、X やら Twitter やらってむちゃくちゃ怪奇なこと言ってるやつたくさんおるやん。うん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 、それがバンクロってのってなんでこれがって思っちゃうじゃない。だからそれ以上にダメなこと言ってたことでしょ、聞こえてたとか。いや、わけわかんない。もしくは、うん、この友人の方がこれを上げてるわけじゃないですか、はい、その、うん、動画という形かなんかで。うん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 、それにもう一個添付して本当にやばい映像を出していたとか友人が少しこ う, そ う, そ う, そ う, もうだからその人のアカウント実はやばかった、ね、そもそもが、うん、いやそんなことはないですね、確認になったけれどもお友達は過激派とかじゃないよね、だめだめよかった、違うんですよね、あ、普通の非合法性の方です、あ、よかった、はい、じゃあもうわけわかんないな、うん、はあ、なんかあんまりこれも聞いたことないみたいなの、階段というか、しかも自分の半分体験談っていうような、そうですね、へ、うん、こういう AI が絡むようなお話、うん、今後どんどん増えてくるんじゃないかなとか、いや、それは増えるでしょうね、思ってまして、いや、面白い、うん、だから判定する基準が AI になったことによって生まれた、はい、そうですね、人間だと感知できない、ね、判定できない部分、確か AI だけがなんか感じてんのかもしれないですね。そうですよね。人間の身じゃ分かんないようなことを聞き取ってるんだ。ちょっと新しい、面白いですね。面白いですね。今後いろいろ増えてきたときに、これが元祖みたいになるかもしれない。なるほど、なるほど。いや、すごい素晴らしい。面白かったです。ありがとうございます。いや、これは二人売れそうだ。面白い。ね、うん。どっちもが。えぐい話もできる、ちょっと新しい面白い話もできるし、うん、だからいいですね、それ色が分かれててね、うん、うちと一緒で売れたいですね、うん、そうですね、でもさんは結構、はい、あのじゃあジャンルみたいなので言うと、うん、こういう幅広く書いて、じゃああの幅広いです、うん、はい、なんかね前お話ししていたのも結構全然違うようなタイプだったので、はい、そうね、あ、そうですね、最初でやった時 UFO の話だもんねそうですね、そうそう、林さんだけ褒めてくれた回なんですね、うん、あれが良かったよってあれがあの日一番良かったよって言ったの覚えてます、うん、はい、でもだからちょっと聞いたことないようなとか、うん、そういう、うん、あんまり人と被らなそうな話が多いのかもしれないですね、うんうん、で一方夕暮れさんはもうひたすらエグい話、ね、そうですね、そこばっかは掘り続けてそこばっかを前聞いたなんか弟さんの話も結構怖かったもんね、なんか働いてる職場で起きたみたいなね、うん、話もしてましたけど、それもなんかリアルなむちゃくちゃ怖い話で、やっぱなんか全部怖いっすわ、夕暮れさんは、ね、うん、いやだからもう結構もっといろいろ聞きたいなと思うんですけども、うん、そういうのはどこかでやってたりするんでしょうか、うん、そうですね、あの我々配信でポッドキャストやってるんですけども、はい、うん、はい、これから怪談だけの音声も上げていこうかなと思ってます。おー、いいじゃないですか。2人で交互に、うんうん、1話ずつ上げて100物語を、いきなりやりたいなと。いきなりそんなのやった50話ずつ、はい、50話ずつということで、寺様のお二人に、本日は来ていただきましたけども、あのトジボイズの方もちょっとコラボという形で、はい、ポッドキャストの方に出させていただいておりますので、そちらもぜひお願いいたします。2週にわたってということで、うん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。